見つけたぞ。お前は濁りきった邪悪な目つき、ひねくれ託した面構え、そして全身から漂う尊大な態度、見まごうはずもない。探したぞ、伝説の魔王よ。我が伝説の魔王我もそこまで有名になったか。だがその腐り果てた眼差し、悪鬼のごとき牙と触覚、そして上から見下ろした高笑い、お前こそ伝説の魔王だな。何をぬかすか、貴様こそ伝説の魔王であろうが。あらら、これじゃあどっちが伝説の魔王か分かりしないわね。どうすりゃいいんだ、手をこまねいているしかないのか。面倒じゃから両方やっとくか、そしたら万事解決じゃろう。なるほど、頭いいですね。両方とも伝説の魔王じゃないっていう考えには至らないんですか。えい、こうなったら力ずくで解決だ。負けた方が伝説の魔王、いいな。望むところだ。力ずくでお前を伝説の魔王に仕立て上げてやる。ではないか、さすがは伝説の魔王だな。お前こそ伝説の魔王の名にふさわしい悪魔だ。いやいや、謙遜するな、お前の方がふさわしい。だから盗んだもの返せ。いや、お前の方がふさわしい、だから盗んだあれ返しやがれ。すげえ戦いだ。一体どっちが伝説の魔王なんだ。もう私たちにもわからない、神のみぞ知るってやつね。私たちの盗まれたもののためにも頑張ってください、ラハールさん。頑張るのじゃ、魔王殿。負ければ伝説の魔王じゃぞ。ちょっといいですか。どちらかを伝説の魔王に仕立て上げたところで、盗まれたものは取り戻せないのでは。そうじゃん。しまった、俺様としたことが迂闊だった。あなたたちは伝説の魔王に何を盗まれたんですか。俺様は身長を盗まれたのだ。本当は2メートルなのに。私は貯金してた1兆ヘルを盗まれたの。はっ、私は努力忍者ゴリラ丸のメモリアル DVD ボックスを盗まれました。お前らな、それはただの願望だろうが。いや聞け、俺様はもっと大事なものを奪われたのだ。このゲームでの俺様の出番を。
俺様は最強の魔王だぞ。一体全体どういうことだこの扱いは。まあまあ殿下落ち着いて、出番があっただけメッケモンですよ。そうですよラハールさん、キャラは私たちの方が濃いんですから、隙をついて乗っ取っちゃえばいいんです。というわけだ、俺様たちも同行することにしたからよろしく頼むぞ。これで出番が増えるぞ。お前たち準備は良いか。超魔王バールを探しに向かうぞ。こら勝手に命令するんじゃねえ。超魔王バールだと、奴がこの邪悪学園に降り立ったのか。超魔王バール、あれはゲームの中だけの話ではなかったのか。ご存知ありませんでしたの魔王さん、超魔王バールは実在の魔王ですわよ。悪魔でしたら誰もが知ってる恐怖の権化、魔王の中の超魔王ですのよ。生でその名前を耳にすることになるとはね。しびったやつもいるんじゃないかい。おいら少しちびったでやんす。お、俺様はちびってなんかいないぞ。これはオレンジジュースをこぼしただけだ。ほほう、そんなに恐ろしい魔王がいるのか。やられる前にやっとくか。伝説の魔王が超魔王バールだとは面白い。戦う相手として不足はない。無理はしない方がいい。暗黒と矜持の化身かの御神と相対して、開墾の海に沈まなかった悪魔は皆無と聞く。うん、超魔王バールが降り立ったとなると、この邪悪学園など炎天下のかき氷のようにもろく崩れ去るであろうぞな。もしそんなその超魔王がここに来てるって本当に本当なんですか。っていうか知ってたならなんで魔王と間違えたんですか。あれは出番を増やすための方便だ。いや、そうきっぱり言い切られましても、実は俺様たちは別の魔界からバールを持ってきたのだ。やつめ命からがらこの魔界に逃げ込み、どうやら姿を変えて力を蓄えているらしい。まさか我らの大切なものを盗んだのは。うん、復活に必要なエネルギーとして利用しようとしているに違いあるまい。おめえ超魔王バールめ、こうしてはおれん。長年保管し続けてきた大事なあれをそんなことに使用させてなるものか。